レイトン教授と不思議な街実況プレイやっていきます。僕が高校に入る頃ぐらいに出たゲームなんですけども、まあ、実は初見プレイでして、もともと DS のゲームやねんけど、今回スマートフォン版で綺麗な画質でやっていこうと思います。さあ早速画面タッチしていきましょう。でなんか画面がね2つに分かれるので、まあ、その後ちょっとこの画面だったんでちょっと調整します。はい、価格の調整を行いました。これではやっていきましょう。初めからなんか謎解きをしていくゲームなんですけども、まあ、ストーリーもめちゃくちゃおもろいらしいんで OK、 もうこうでやっていきましょうか。はい、初期設定はムービーの設定が縦画面になっている。あ、え、これ横にもできんの？ムービー再生中に画面タッチすると操作アイコンが表示され、タッチすることで横が、え、横表示？じゃあそれにしようよ、もう。あ、できた。なんかすっがっつり横になってる。あら、あら、あの、すいません、画面、ちょっと待って、今、ちょ、調整、これ、違う。あ、もう縦でいいよ、じゃあ。よし。なんかキャラめっちゃ喋ってるし。終わりました。ちょっと待って。キャラがめっちゃ喋ってる。それだけですか？ちょっと、じゃあ横画面で、見ていきましょう。おー、できた！いけた！ムービー再生できた、みんな。さあ、早速、見ていきましょう。ストーリーとかわからんからな、全くな。なんか荷造りしてるで。こいつ頭になんかクマちゃんのテディベア乗っけて。夜逃げでもすんのか、こいつら。ちなみに、この教授の声優さんが大泉洋で、この少年の声は堀北真希らしい。よし。先生、すげえ、なんか映画みたいな字幕あるやん。先生の荷物はそれだけですか？先生、部下に全部持たせて。荷物は多ければいいというものではないよ、ルーク。こいつがレイトン教授で、ルークって言うんや。なんか、ええな、名前が。私はこれくらい荷物がないと務まらないですからね。へぇ、そうかもしれないね。可愛らしい声。では、出発しよう。どこ行くん、こいつら。旅行すんの？すげえ、レイトン初作品やけど、なんか初めて見る感じしない。これ、舞台どこなん、これ。ヨーロッパの、なんかパリかどっかやろ、これ多分。で、どうしよう、これ、ドーンって事故ったら。気をつけてね。あ、来た。あ、この画面から、ちょっと待って、またこれ画面を取り替えてと。僕たちが、OK、来ました。あの街で体験したことは、誰にも言えない秘密になってしまったんだ。誰にも言えない秘密になった。なぜなら、それは、完璧なフルボイスなんだね、これ。縦だったり横だったり忙しいな、さっきから。ちゃんと俺が切り替えていくから、このカメラマンとしてスイッチワークを。あ、なんかえらい田舎まで来たね、これ。どこまで行くんこいつら。うわー、なんかおしゃれな、このろうそく潰したやつの、あの瓶セットから蓋するさ、あれろうそく垂らしてんねん、あれ。先生が遺産相続騒動の解決を。遺産相続騒動、急になんかダークな話になってきたな、これ。この私がありきたりの依頼を引き受けると思うかい？大泉洋、なんか声優うまいな。声もええし。これはユニークかつエキサイティングな案件だよ。エキサイティングな案件やって。私の知的好奇心を大いに刺激している。はあ、どういうこと？ルーク、目的地に着く前に、君にも説明しておこう。ちょっと説明してほしい。2ヶ月前、どこに向かってんの？資産家アレン・ラインフォード氏が亡くなった。アレン・ラインフォードが亡くなったと。その後、彼の遺言状が開示されたが、そこには実に興味深い内容が記されていた。え、レイトン教授結構金にがめついんかな。黄金の果実を、金の匂い嗅ぎつけてきたってこと。隠してある。へえ、黄金の果実やって。黄金の果実を探し当てた者に私が所有する全ての遺産を相続させる。うん。遺言の内容を知った一族の者たちはその黄金の果実を先を争うように探した。ああ、遺産相続、そういうことか。しかし結局誰も見つけることはできなかった。人間の大人のなんか醜い争いを行ってたんや。そもそもそんな家宝があったなんてことを誰一人聞いたことがなかったという。なるほど、不可解ですね。そもそもただのなんか出任せやったってこと。ああ、彼は莫大な財産をかけて生涯最後の謎を仕掛けたというわけだ。なるほどな。一体何が目的なのかもわからない。その謎を解きに行くんか、レイトン教授が。全くつかめない人物だよ。彼とはぜひ生きてるうちに会いたかったものだ。そこに興味惹かれたんか、レイトン教授ってのは。確かに先生とは気が合いそうですね。うん、ところで、黄金の果実ってトゥクトゥクみたいな、何なのでしょうか。すっごい不安定な
車に見えるけど、こんな山道走ったら大丈夫なんこれ。宝石なタイヤボーンって割れんじゃんこれ。それもまた謎だよ。実に興味深い。はい、なんかだけどルーク、その宝そのものに興味はないんやろうな。他にも何かとてつもない秘密が隠されているような気がしてならないんだ。謎を解くことに興味があるだけで。いつもの勘ってやつですか。宝とかどうでもいいんじゃんこいつ。ああ、とにかくまずは行ってみるしかない。先生、なんだか張り切ってますね。考古学者でありながら、どんな謎でも解決する名探偵。考古学者な。エルシャール・レイト。早速現場へ急行ってわけですね。まあ冒頭やからとりあえず自己紹介兼ねて。ルーク、私は探偵じゃない。この謎解きをラインフォード夫人に依頼されただけさ。はーん。夫人が新聞に取り上げられた私の記事を偶然見つけたらしい。何で取り上げたのこいつ。それで引き受けたんですか。あとレイトン教授の帽子屋の天井までぶち抜きそうなぐらい長いな。美女の頼みは断れない。英国紳士としてはね。そっか、やっぱさすがのレイトン教授もやっぱ女にはそういうものなんですかね。見習えということか。ところでルーク、もうすぐ町の近くだ。同風の地図で道案内してくれないか。人物像がまだ全然見えてこないなこいつらの。はい、先生。先生、これは地図やん。その地図を解読しないと町にはつけないらしい。これもう謎解き始まるってこと。こっからどうやら夫人は私を試すつもりのようだ。この地図を解読できないやつはまあそもそも私が遺産の謎を解ける人物スタートラインにすら立つ資格ないと。君はどう思うルーク。帰ろうじゃ。わかりました。わからんからやってみます。僕だって先生の弟子です。しかもルークが解くんか。軽く解いてみせますよ。レイトン先生、ちょっと謎解きはあなたの君に任せ役らじゃないのこれ。ウォーミングアップといこうか。まあまあ簡単やろ言うても。うわ、出た謎解き。町はどこや。この謎のひらめき指数は10分の10ピカラットやって。どういう意味これ。どこの国の単位これ。お金の。私の町は他のどの町とも道がつながっていません。さあ私の町に来てください。目的地で町を立ち素材囲んで判定ボタンを押してみよう。どことも繋がってへんっていうのが要はヒントなわけやろ。いや俺こんなんヒントなしでいくで。どことも繋がっていない。へえ、こうやってなんかストーリーの中で謎が現れるんや、どんどん。ただこれこれはもう僕正解見つけちゃいまして、これですね絶対。これだ。これよう見たらどこにも繋がってないで。右の2個は一つの島になってる。で、左のあの黄色い三つのやつと、なんかタワマみたいなビルは繋がってるから、この左上のやつだけ多分実はどこにも繋がってない。どう？完璧やろ。これでどうかな？あ、ほら、なんかもう確定数みたいな出てるわ。ほらもう、はいへい。はい、余裕。まぁ、ちょっとこれは簡単やったな。なるほどね。あ、こんな感じで出てくるんや、クイズが。おもろいやんけ。全部ノーヒントでいくわ、俺。初見。これで街の場所が分かりました、ね、全能ヒントいきます。そうだな、そろそろ見えてくるかな。ちょっと簡単すぎだからもうちょっとむすいのでもええぞ。そろそろって先生にはすでに街の場所が分かっていたんですか。先生分かって俺を試したんか。初歩的な謎なら一度見ただけでも解けてしまうよ。一度見た瞬間解いてたんや。すでに向かってたよ目的地に。さあルーク、着くぞ。お前じゃあ返せ俺の時間。あ、またムービー来ました。よし。なんか定期的にムービー挟むゲームなんだね、これ。なんちゅう物件に住んでんの、これ。蹴ったら倒れそう。どうすんの、地震来たら、これ。もう入り口は羽橋になっているのか。羽橋とは一体。でもこれじゃ街に入れませんな。どうしましょう先生。あ、先生、あそこに人がいますよ。え？ラインフォード屋敷へ向かえ。じゃあちょっと行ってみようか、ラインフォード屋敷へ。まあ、多分いろんなとこタップして、なんか出てきたね、このなんかカバーみたいなやつの。おい、私たちは街に入りたいんだ、足を下ろしてくれないかい。ね、顔の半分アホやねんけど、このおっさん、ダイスさん。なんだあんたら、よそ者がこの橋を渡ると思うなよ。ムフー。サラメ夫人から招待状をいただいてるんだが、聞いていないのかね。サラメ様にそれじゃ橋は下ろしてやりたいけど、
機械壊れてて手回しのハンドルじゃ動かないんだよ。無風。でもハンドルの差し込み穴が多くてどれが本物かわからない。無風、あんたらどれが本物かわかるか。何をクイズ形式にすんの。お前の仕事やろそれ。ね、謎2来た。ハンドルと穴15ピカラッとやって、ちょっとさっきよりも難しいってことやな。ハンドルを差し込めないと足を渡ることはできない。ハンドルの差し込む分の形状に合った穴を見つけようか。ん？ハンドルタッチする角度がわかるやって。いや、これノーヒントでいきたいな、これ。しかも、当てつぽじゃなくてちゃんと理由まで説明したい。これは、めちゃくちゃ簡単で、1だね。うん。あの、上の四角い、その、とんがってない2本の棒あるやんか。その間に、とんがってる、出っ張ってる部分が来てんのが、1だけなんですよ。これでどうかな？これは1確定。まあ、むっちゃけ簡単、正直。謎は解けるから謎なのさ。ちゃんと理由まで俺言ってるから、もう完璧やろ。さあ、橋を下ろしてもらおう。うん、そうだね。オッケー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 。いや、天才じゃねえ、俺。レイトン教授の才能あるわ。よし、これで橋を落とせるぜ。ふん。街によそ者が入るのは気に食わないが、サロメ様の客だもんな、ムフ。サロメ様ってのはそんだけ権限持ってるんだね。スイッチャー大変や、このゲーム。もうほぼアニメやん、このゲーム。すごくね？ほら、見て、ルークのあのドヤ顔。はよ、お前、どんだけ時間かけんの？待たせやがって、ボケーっつって。ほら、あんなもう、なんか肩で風切って。あんなキャラやったっけ？あ、ちょっと待って。先生、いよいよですね。どんな謎が待ち受けているんでしょうか。ムフフ、ルーク、これからだよ。張り切りすぎては、観察力がおろそかになるぞ。靴アイコンにタッチ。そうだ、ルーク。調査に大切なあり方を教えてやろう。画面の右下の靴のアイコンをタッチしてみよう。はい。そうすると画面を方向を示す矢印が出てくる。これをタッチすることでいろいろな場所に移動がすることができる。マップを移動する形式なのかな。移動するときは靴アイコンからだ。さあ、やってみよう。ちょっと待って、なんか変なおっさんいるで、おばちゃんと。包丁みたいな話してんだ、こいつ。リーサさん。あら、はじめまして。謎でいっぱいの街へようこそ。そうそう。謎を解くからピカラットがもらえるのな。この数字は謎の難しさを表す。いや、やっぱそうだよね。大きいほど難しい謎ってことなのね。ピカラットをたくさん集めると素敵なことが起こるらしいわよ。ご褒美ってわけ。それじゃあ、あなたの帽子にちなんだ謎を出すわ。あ、何こいつ。もう定期的に街の人たちが勝負仕掛けてくるの。これでも簡単じゃない？10ピカラットってのは。4つの帽子がある。それぞれ高さは同じだが、つばの部分の長さが違う。つまり縦の長さは同じだが、横の長さがそれぞれに違うということだ。このうち縦と横の長さが全く同じものがある。それはどれか。どう見ても D じゃないこれ。D じゃなかったらビビんねんけど。ルーク、私の回答はこれだ。これは英国紳士の名折れだ。かっこ悪。やべ、そっか、間違えれば間違えるとピカラットが減っていくんや、これもらえるやつ。え？縦と横が全く同じ？ツバの長さが違う。まあでもさすがに A と B はさ、縦長じゃないですか。レイトン教授が被ってるぐらいの帽子の長さやねん。ん、じゃあ C なんじゃないの？え、これは見た目の直感で答えてもいい問題やんな。残念だ。じゃあこれ A なんか。何その目の錯覚を利用した問題。これ多分 A やわ。全ての謎は必ず解ける。あ、当然さ。英国紳士としてはね。え、これ分からんくない？有名な作詞だって。これほんまに A やんよ。これ作詞とは目の錯覚でいろんな種類が知られている。人間の目も信用がならない。正解よ。いいわね。全部のことは試してみれば最後には正解できる。クイズの意味がない。でもそれだけでは答えられない謎も出てくるわ。それだけじゃないわ。間違うために手に入るピカラットが少なくなると大変でしょ。なるほど。その4択とかじゃない問題も出てくるってことか。へえ、おもろしそうじゃん。ヒゲマフラー、こいつも何。こいつなんかハンバーガーみたいな、よ、なんか上から押しつぶされたような顔してんな。いいこと教えてるぜ。画面に見えてる樽をタッチしてみろ。あ、樽をタッチする、これか。すごい、ひらめきコイン入ってるじゃん。なるほどね。この街のオブジェクトをタッチすることによって何かいろいろ出てくるんだ。みんな時はこのコインを使ってヒントってのよ。ヒント見んのに必要なんか。コインの数は限られてる。何も考えないで使ってしまうと本当に難しい謎に出会った時に困るの。お前、それ積むんか。もうマジでヒント欲しいって時にピカラッともない、何もない、自分の知恵もない。
頭もない。その瞬間包むんだ俺は。謎解きチャームを発見。ククそれは謎解きチャームだ。やはり私何かに期待してるだろう。いやそれはその願いが叶えるチャームだ。は？どういう意味？これは本当にいいことだ。チャームの使い道、それは秘密だ。どっかに使える場所があるから探してみることだな。それではまた会おうか。まあ時が来れば使い道もわかるだろう。先に進もう。今は上の地図に注目やって、地図に印を置いておいたからそこを目標にしていくんだ。わかりました先生。次の目的、ラインホードの屋敷に行け。町の東にあるというラインホードの屋敷を目指していこう。変な遅いのでまたマック。ラインホードさんのお屋敷、右の道を進んでください。大きな建物がすぐ分かるんですが、それでも僕の謎を解いてみませんか。いくつかの条件から僕の家を言い当ててくれたらあなたの価値あって挑戦しますよねって。もう強制やん。20ピカラットや。ちょっとむずいんじゃね。僕の家を出て左に行き、最初の交差点を右に曲がる。その次の交差点も右に曲がると正面から朝日が見える。さあ僕の家はどこ、囲んで答えてね。まずこのゲームで重要なのはその朝日ってのがどっから出てるかやねんけど、朝日とは何なのか、そこを定義つけないと。右に方角のマークがあるでしょ。 N っていうのが北を示すわけだ。朝日っていう太陽っていうのは西から東に上がってくるから、このゲームメモ機能がある。これ神ゲーじゃない？すごくない？これ西から登るやんな。だから正面から朝日が見える交差点。いやごめん、これヒントになってないわ。てかそもそもまず左に行きって書いてるやんか。出て左に行く、もうええわ。俺当てつっぽで行くわ。これ当てつっぽとかもう総当たりで行くわ。まず左上のこのなんか縦長のやつから試してみようか。左に行って最初の交差点を右に曲がる。その次の交差点っていうのがそもそもないわ。だから上の家はまずない。これはない、消去法で。次に真ん中の家行ってみようか。真ん中上のやつ出て左に行って最初の交差点を右に曲がって、次の交差点も右に曲がる。ここじゃね？この家じゃない？この家だと思う。ちょっと待って。いやこれでしょどう見ても。はい、行きます。これでどうかな。どうだ？やはり違うか。やはり違い、やはりってお前分かってねえって。お前ドヤ顔ですんなよ。全部の家からの話の通りを調べていくのは大変だろう。最後の朝日が見えるということなら、その向きは僕の前提知識が間違っていまして、朝日っていうのは東から見えるものだということが今発覚しました。つまり、それらをヒントにしていくとですね、まずこの右の家は左に曲がった時点でも交差点っていうのが存在しないんだ。ありえないで、ここも違った。あと4択なんですよ。ここ試してみようか。左、右、右、ここだ。この青い屋根の家、これだわ。正面から朝日が見えるって言ってたもんな。これだわ、これ。いやこのゲームマジむずいな。こんなに難しい。よし、 OK。 当然さ、うわこのゲーム子供向けじゃないでしょ。逆から考えればすぐにわかる。正面に朝日が見えるのは東向き、つまり最後に地図の右を向いている。問題は左右になることね。まあそれまあもうまあ分かった分かった。もうお前一回間違ってないから偉そうに解説すんな。この街はラインフォード家の街みたいなもんなんですよ。じゃあまた会いましょう。次はもっと難しいぞ。解いてもらいますよ。これ街の人々の謎は一刻解いていった方がいいんかな。ライフォードの屋敷ってのは右ってなってるから右に行くべきなんだろうね。あれ、あの男なんかすごいうさんくさいする。屋敷の道を塞いで当たってますよ。邪魔なやつだな。邪魔やなあいつ。おとなしく道を譲ってくれればいいが、そんなつもりはなさそうだね。書かれたくないねんけど、こいつと見るから怪しいやん。ピノキオみたいな話してる。マルコ、おい、この街を見ないからだな。一体どこに行こってんだ。ラインホード邸に招待されているんだ。そこを通してくれたまえ。へん、お前さんたちが見つけたやつがラインホード城にね。怪しいな、怪しいよな。うん、まあいいや、この謎が解けたら通してやるよ。ちょっと難しいかもしれないぞ。いや、難しいんだ、難しいよな。さっきのバイアル。
待てこれ一発いくわ。8個の全く同じ形をした重りがある、その中に1個だけやや軽い重りがあるという、天秤を2回使ってその軽いとい、なるほどなるほど、天秤を2回使って8個のうちの異物を特定するやり方をってことやろ。うわ、なんやこの就職試験に出てきそうな問題。ちょっと待って、なんか就活の時やったことあるぞこういう問題で、俺は当たり前より解けんかったわ。いやでもヒントは見ねえぞ俺。待てよ、でもとりあえずパッと思いつくのが1から4を左グループで、5から8を右グループに入れて、この時点で特定の重りは右にあるっていうのを確定する。だからもう4321はノータッチでええねん。で問題こっからねん、あと1回しか使えへんねん。例えばこれでどっちかに傾いたとしてもさ、5分の1になっちゃう、5分の2分の1になっちゃうやろ。まあそれで当てずっぽうでとりあえず正解ってなってもいいけど、謎解きっていうのはそのやっぱプロセスを解説できなきゃ意味ないと思うから、ごめんわからん、とりあえず1回これでやるわ。ということは5か8だ。まあわかんない、は5 結局2分1かける。あ、正解してもうた。でもでかい、これ40ピカラットゲットや。最初に左右3、さあなるほど、そっか、3個ずつは天才やわ。均等になった場合は6個弾けるんや。均等になったら6個弾いて残りの2個からもう1回の試行回数で2択迫って、うわー、くっそ、これ気づけんかった。いやちょっと待って、これ1回俺が解説したい。いやー、難しいけど、なんか分かったらスッキリする。だから要はさ、こうやって、この時点で1と2が違うってのがもう分かるわけよ。で、534ってなって、53、例えばこれ4弾いて、3と5で比較して、これが均等やったら4なわけやね。で、どっちかに3がやったらもう軽い方って、もうだからもうその、だからめちゃくちゃこれ、ムカつく。この場合は5やろ。うわー、これ気づきたかったなー。ん、なんかラインホード屋敷に来たけど、なんか、何こいつ、羊かな、船乗っていくん。ラモン、あなた様はレイトンという者です。こちらの屋敷に招待を受けてきたのですが。レイトン様でしたら、確かに当家のお客様でございますからね。でも失礼、おほう、何かと信用できない世の中でございます。あなた様がその、本当にレイトン様かどうか。ねえ、先生、帰りましょう。これは捨てにも、ほどがあります。お前、血の気が早いね、ちょっと。ルーク、まあ、落ち着きたまえ。君、私、本物かどうか試したいということだね。恐れ入ります。では早速、なんか、うわ50、うわさっきよりむずいの、これちょっと本当にひらめくわ俺。3匹ずつの狼と小鳥を全て向こう岸に渡す。ただし以下の条件がある。イカダに乗れるのは2匹まで、1匹も乗ってないと動かない。どちらの岸でも狼が小鳥の数より多くなると小鳥が食べられて失敗。最短は11回。待てよ、俺こういうの得意やわ。ちょ、我流で解いていい、これ。まず、狼に、うん。狼に、で、狼戻す。これで一応吹くか。多分ここまで合ってると思うねんな。で、次普通に小鳥1、狼2、じゃない？あ、あかんのか、これ。この時点であかんのか、そっか。ぶっ、待てよ。いや、多分ね、狼やと思うわ。ここまでは合ってる自信があって、じゃあ、ひよこの数も増やしてあげればいいね。いや、待て、これで、あかん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 、ちっちゃいねん。これあかんねんな。これは左の小鳥が食われんねんな、これ。じゃあ、やっぱり、狼11になった時点で、ひよこが向こう行けんくなるわ。いや、そんなことない、そんなことない。待ってみんな、ちょ、俺を信じてくれ。これ行って戻す、戻るで一回小鳥2で行く、小鳥2で着地すればこの後狼が戻れる。ダメだ、今度左の鳥が食われるか。もうええやん、一匹諦めよう。あかん、三匹全員、その全域の方が無理やから、やっぱ弱肉強食ってことで。でも最短が11回ってさ、なんかイメージよりも大きいんだよね。
五往復はしてはいいってことだよね。この組み合わせで戻してみる一回。この状態って意味がないように見えて、実は右の崖に狼1小鳥1っていう状況ってこれじゃないと作れないと思うのよ。そうすると俺天才だ。この状態で小鳥2を乗っけて右に運んで、あとこれ狼でいいんじゃない。全部ほらこれだとくくれなくね。え、てか、いや最短だ。え、最短、これでどうかな。あった当然さ、英国選手としてはね。ちょっと待って、すごくない。え、すごない今の気づいたん。これ、俺すごいわ。なんか全知全能になったようなそんな気分やわ。最小回数11回である川技パズルは1000年以上前の文献にも見られてる。極めて古いパズルである。状況の違いさまざまバリエーションがある。え、これ逆にさ、11回以外のパターンってあんの。これは失礼いたしました。うふふ、皆様がお持ちございます。お屋敷の方でご案内いたしましょうか。皆様、私を招待したサロメ夫人の他にも人がいるんですか。こちらでございます。いや、今の気持ちいい。来た先生、ここでしょうか。開いた。あの、ムービー、大きな敷地で間違いありませんよ。どうやらそのようだね。レイトン教授たちはラインホールドの屋敷に到着した。え、おもれ、マジで。さあ、屋敷に入ってみようか。はい、先生。じゃあ、普通に入ってねえな。いや、でもとんでもないクセモノ揃いなんやろな。おら、もういきなり来た、このなんか耳でかじじい。マッシュ。ようこそおいでございました。ありがとうございます。私、この家の執事でマッシュでございますわ。上で皆様がお待ちございますね。あ、その前にサロメ様からのご突然がございましてですね。この謎でございますが。あ、35。あ、さっきのより簡単やで、これ。ここにマッチボールできた一匹の犬がいる。元気になりてきた彼を突然後ろから発射して自転車が引いてしまった。かわいそうやな。このかわいそうな犬がどうなったか、マッチ棒を2本だけ動かして答えてほしい。どうなったか。いや、死んだ。シンプルに。マッチで死、あの漢字の死っていう形を作るとかじゃないの。ですとか、違う。お墓作んのかな。なんかその、犬が死ぬとか嫌やわ。いくらクイズとはなんか題材がなんか後味悪い。どうなったか。なんか、こんな風になった。いや、違うな、絶対違う。そもそもさ、そもそもだから、陰に見えへんねんな、これ。え、ちょっと待って、これ分からんわ。なんか、こんな風に伸びた。ビチャーンって潰れて。全ての謎は必ず解ける。残念だ。もう歩いてはいないだろう。かわいそうなその姿を想像してみると、なんだか悲しくなってくる。え、なんかグロい問題なん、これって。ごめん。ここでですね、皆さん、僕初めてヒント使います。ちょっとこれノーヒント無理やわ。潔く使うわ、ヒント。12枚。いや、ちょっとね、12枚って。いや、使うわ。最初の形は歩いてる犬の姿である。車に轢かれたらどうなるのか考えてみよう。いや、それヒントって言わんやん。うわ。車に轢かれたらどうなるのか。ちょっと待って。横からのアングルになってるけど、だからこんな風に上から見たらもう犬がなんかぺっちゃんこになってるみたいな、こういうこと。引かれたらどうなるか。ちょっとごめん、マッチの操作がむずい。どうや、ニュアンスは伝われ。私の回答はこれだ。ダメだ。これは英国紳士の名折れだ。英国紳士の名折れ。もうなんていうの、もう内臓とかも全部えぐれてて、もうバラバラなって、もうパックル開いてもうた。どう？すべての謎は必ず解ける。残念だ。ちょっと待ってな、さっきの前足でやってみようか。ほら、こんな、イメージつきやすいんじゃないかな。犬が踏みつぶされて、前足だけこうビターンってなってる。これでどうかな？犬に見えんねんな。残念だ。と
ということは、マッチを、マッチ一本を足としてカウントするっていう考え方どう？あ、これ、あ、これ良くない？これ。あ、これちょっと待って。これ正解なんちゃう？これどう？あ、これしっくりくんな。なんか虫みたいになっちゃったけど。これでどうかな？ど、これ。あ、これ正解かよ。謎は解けるから謎なのさ。あー、なるほどね。ばったりと伸びてしまったやって。なんかでも普通にかわいそうやな。お見事、正解でございます。さあこちらへどうぞ。マイナー様がお待ちでございます。犬の悲劇が謎辞典追加された。はあ、やべ、なんか知恵熱できた。ほんまに難しい、どれも。あ、待って、本棚があるなんて、ラインホード氏はよほどの文学が好きだったんだろうね。そうだ、ルーク、こんな謎を思い出したぞお前が出すのレイトン教授からも謎飛んできた。うわ、しかもむずそう。図の7つの漢字の中で仲間外れのものが1個だけある。それはどれだろうか。仲間外れ、だいたいこういうのはね、その何か特定の漢字を1個つけると二字熟語になるとかで、1個だけそれに当てはまらないとかのパターンが多いね。俺結構そういう、そういうクイズやり慣れてるから。ただせ、科学とか、科学、学外、学科とか。いや違うな。いや絶対多分違う、根本的に間違ってるのそれ。漢字の中にカタカナが入ってるじゃない？と、た、ひ、い、違う、違うわ。二言もカタカナなんだ。で、唯一それに当てはまらんのが、右上の、矢口真理の地位や、これ。右上や。違う？これでどうかな？俺天才俺天才やん。頭の準備運動にあたっただろうか。んー、ちょっとまさかレイトン教授から問題が飛んでくると思わなかったけど、まあいい運動だったな。あ、すごいね、このマップ結構調べなあかんな。これポチポチして、先生壁に絵が飾られてますね。なんかすごいデブ、立派な肖像画ですね。亡くなったラインホード氏の、あ、この人がラインホードさんなんだ。あんな肝デブがさ、どうやってこんな美女と結婚したん？一体誰なんでしょう？美しいショートですね。あ、少女か。あ、ごめんなさい、娘さんらしい。その通りでございますね。ラインホード様と娘のアロマ様だっての肖像画だって。絵にご興味おありですか？でしたら、この使わなくなった額縁をお持ちください。もともとは名画に入れられていたのですが、今はこの切れ端だけなんです。名画のピース。おー。じゃあ、まあ上に行っちゃうかも。待ってください。あ、出てきた。すげえ、癖のある人々が。ん？え、あいつの目どうなった？あら、あなたがレイトン先生ね。お会いできて光栄ですわ。こいつか、あの、アロマ夫人。ラインフォード。あ、ラインフォード。え？クローディアちゃん！何？あれ、どこ行った？今なんか爆破起きてんけど、爆破。キャッ！あ、サロメさんだ。ラインフォードサロメだ。何事だ？大変、クローディアちゃんが。クローディア？私のクローディアちゃん、クローディアちゃんよ、マッシュ、マッシュ。ん？この人たち何なの？もう球体やん、こいつ。あんたがレイトン先生か、ロシアブーブが依頼人の一人だが、詳しい話は後にして、今、サロメの言うことを聞いた方がいいんじゃないかね。このインタリは？僕がロイって言うんだ。ライモードの、あ、おいなんだ。僕、そこのボブじいさんの妹の子なのさ、母さん亡くなったかね。あんた本当に有名なレイトン先生か？だったら僕の後も、あー出た出た。今ちょっと、ね、猫探しに行かんなあかんのに、まあもうええわ。解いてるわ。まあ20やったらいけるか。何これ。4分の1の円に内接している長方形 ABCD がある。A、B が円の中心だとして、長方形の対角線。これ小学生とかやったらわかるんちゃう？分度器とか使うさ、なんか、あれやろ？なんか、数学や数学、数学で算数。解き方知らんとこれ無理やで一生。うわ、これ後回ししたい。4分の1の円に内接してる長方形。B が円の中心で、長方形の対角線の
AC っていうのは何？ A から C の長さのこと？ 10 センチ？違う？ 5+5 で。もう見た目通り。もう見たまんまマジで。ルーク、私の回答はこれだ。嘘。合ってた。なんで正解なん？でもこれ正解な理由が俺分からんからだったら意味ないと思う。長方形の対角線 A しはもうちょっとの対角線 B と等しいから、あ、5と5出すだけ。あ、でもやっぱ合ってたやん、発想としては。まあ20やしな。僕の方がいい男だってマウント取ってきてんけど、こいつ。インコと長角線、直線が謎づちに過ごされた。よかった、簡単で。奥様どうなさいましたか？クロージャちゃんが逃げてしまったあなた見てなかったの？はい、申し訳ありません。役立たずね、この豚が。レイトン先生、あなたは見ていなかったんですか？飼い主であるお前が一番見てなあかんやろ。白い猫出したらそこの扉から出ていきましたがね。何ですって？あなたそれは黙って見ていたの？猫が自由に歩き回るのは当然で。猫とありません。クリエテという名前があるんです。あの子は私と一緒なければ一秒だっていられないのよ。マシュ、今すぐクロディアちゃんを探しに来なさい。サラミ夫人、遺産相続の話はちょっと、わがままなやつやな。しょうがない、じゃあ俺が探しに行ったろか。いいよルーク、それにクロディアを見逃した私たちの責任でありそうだからね。鼻で笑ってるやん、お前。では、探しに行ってきます。あの子は外の空気が耐えられないぐらいのデリケートなんですよって。これさ、ね、猫は外にいるのかな？あ、いた、クロージャ、おい！クロージャちゃん。先生、あそこに猫が。なんで金持ちが飼ってる猫ってなんか太ってんやろな。あ、逃げちゃったや。よし、追いかけようか。ちょ、追い詰めようぜ。画面端に追い込んで、なんだ。どうもエンジンの調子が悪いな。おう、これからエホトの街か。あの老いぼれが死ぬ前にどんな仕掛けを作ったのか楽しみだわいの。レイト、お前が狙った豪太から全部友達たち。レイトのライバルみたいなの出てきたね。誰や今の。やばそうなやつ来た。どっちに逃げたあいつ。屋敷の外やな。あ、待って。あ、家入れた。古ぼけたものしか置いてないですね。すげえこいつデリカシーないよな。どうすんの、店の人聞いとったら。左か。うわ、あんたら大変だ。あ、大地さんがなんか言ってるぞ。どうしたね、鈴橋番さん。俺が目を離してる間に誰かが勝手に羽根橋を引き入れてしまった。ムフフ、その上大事なハンドル持ってきやって。さっきのやつじゃん、絶対。じゃあ、もしかすると。飛ぶ街から出られも出られない。ハンドルを探すつもりだけど、今日は気分が悪いんだよ。一体誰の言った気分が悪いっていう理由で仕事休むの、こいつ。そうだ、ハンドルを探したらこんなもん落ちたんだ。あんたらこれが何か分かるかい？謎のパーツを手に入れた。謎のパーツ、カバンメニューの謎のパーツを、あ、またそのパズルにつながって深まる謎に消えたハンドルが追加された。あ、いたブローディアちゃん。おい、クロディア、お前来い、こら、首根っこつかんでそのまま連れて帰ろう。もう先生、こういうことは僕に任せておいてください。どうしよう、このルーク結構暴力的なやり方で捕まえたら。あ、よかった、ちゃんと手なずけるようにして。そう、気づけたらあかんから。あ、引っかかれた。うわっは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 。手お役猫やな、あいつは。すいません、ダメでした。彼女はかなりおてんばのようです。何こいつ。デック、うわ、なんか気持ち悪い顔してる。あ、見てたで、おっかない猫だな。手伝ってほしかった。だってミリでおっかないからね。猫はどちらに逃げましたか？西の方に行ったよ。俺よく見てたからさ。西って東だよね。あ、待って。時計の謎。あ、時計タップしたら時計の謎出てきた。うわ、しかもむず、こんな、今、あ、これ、あ、これ05や。探してたやつやな。図のようなオリジナルデジタル時計の時間表示で、同じ数字が連続して3つ以上並ぶのは1日のうちで何分間。あ、俺こういうのは得意よ。普段からデジタル時計がね、私生活にこう馴染んでるから。ただし12時間表示形式、正午真夜中の12時は12、あ、00ではないと。何分間、だって簡単や。3つ以上ってことはまず11時11分、2時22分、1時11分、3時33分、4時44分、5時55分。6個や。6分間。超簡単これ。さあ、どうでしょう。え？悔しいです、先生。
違うわ、11時10分台は、あ、ごめん、そういうことか。11時10分、11分12 13 14 15 16 17 18 19 25分。これでどうかな。あれ、悔しいです先生。24時間のうちやから、これらが2回、あ、だから、あ、ごめんなさい、50だ、これかける2すればいいの、単純に50分や、50やんな、さすがに。え、悔しいです先生。ごめん、12時22分忘れてたわ。12時22分を含めると52回か52分だ。頼む、これで間違ってたら俺はもう売る、このゲーム。先生、これでどうですか。先生、すみません。え、待ってくれ、あ、そっか、10時や。待って、10時合わせたら、10時の000合わせたら27ってこと。なんかまだ、え、もうまだあるんかこれ、まだなんかまだ見落としてそう。じゃあ27かけの54。さあどうでしょう。先生、1234567、違う、16じゃん、17じゃん。17×2の34。ごめん、俺ば、え、何言ってんの俺。なぜか11時台、11時20個と換算してたわ。これ違う、17個だ。これで 17×2 ね、で34やん。さあ、いや、さすがに、あ、やっぱそうだわ。僕だって俺何を言ってるか、合ってたのに、合ってたのに、これで合ってて、この数で合ってて、この、これかけ2でよかった。なぜか27とか言ってたな俺。いや、もうダメだ、頭バクってきた。あ、ほら、あ、いや、この解説ありがてえ。うん、そう、10時と11時10何分みたいなやつ俺見落としたわ。いや、一番時間かかった。皆さん、僕が一つまた賢くなりました。さあ、こっからあの猫探すのしんど。あのクソ猫、マジ早く捕まれよお前。そうだルーク、遅くなる前にホテル行って空き部屋があるか確認しておこう。またホテル取ってなかったお前。どないすんの、ホテルなかった、野宿やで。確か町の入り口にホテルがあったな。この広場の南側だね。ルーク行ってみよう。ホテル取るとかはでもルークの仕事ちゃうんか。ここじゃね、ホテル。あ、あったあったあった。すげえ、なんか変なおばちゃんが20話をタップタップの。アンナさん、あら、いらっしゃいね。この町のお客さんなんて珍しいわね。町はたった一つのホテルにようこそ。埋まってそう。今晩の宿を探しています。部屋は空いていますか。ああ、困ったね。今改装中でどの部屋も工事中なんです。え、まずくねそれ。屋根裏部屋しか使えない。まあでもそこでも別にいいんじゃない、泊まれれば。それにしてまだいい男だね、気に入ったよ。あ、すげえ、なんか意外とモテるんだな、レイトン教授って。狭い屋根裏部屋だけど掃除はしておくよ、後で来ておくれ。改装中の部屋もなるべく早く使えるようにするからさ。お気遣いなく、寝る場所さえあれば大丈夫ですよ。それがね、ベッドもないんだよ。その代わり飛び切りやすくするし、部屋も好きに使っていいよ。二つの部屋がメニューに追加されただって。二つの部屋のパズル。まあ、一旦後でいいわ。自分の演出、なんか、何？ちょっとしたそういうおままごともできるってこと？食事もできる。いや、こういう優しいのがいいわ。マッチ棒でできたちりとりがある。マッチ棒2本だけ動かして落ちているゴミが、ちりとりの中に入るようにすべき。簡単だよね、これ。さすがにこうやろ。これでどうかな。これは英国紳士の名折れだ。え？ちりとりの形は保ってなあかんの？あ、わかった。これ、こう。はい。もう、私の回答はこれだ。一筋縄じゃいかんな、どの問題も。謎は解けるから謎なのさ。くっそ。赤チームズできそう。豪華な敷物、じゃあお前、これはレートの部屋や。じゃあちょっと猫探そうか。先生、クロディア探しを再開しましょうか。
くそ、あんな猫の俺の旅行が妨害されてしまって本当に不甲斐ない。あれ、なんだここのステージ、行ったことなくない？ブーク、まあもう頭に来るな、本当に嫌になっちます。え、何怒ってるのかって、ちょっと聞いてくれよ。俺含め4人昔からお互いにすごく仲が悪い。顔見たくないんだけど、狭い町だから家から仕事に行くだけですれ違っちまって大喧嘩か。なんとかお互いに会わないで済むルートが見つかればいいんだけどな。出た謎解き、ゴチュー。いやちょっとゴチューきつい今。図の A と A、B と B、C と C、D と D のブロック同士を結んでコースを作った。しかしそれぞれのコースが交差しないのすること、どのブロックかでも線が引ける。例えばシンプルに言ってみようか。 D と D をもう最短で繋いだ場合、ちょっとこいつら遠回りを強いられるってことになるんだけど、あ、なんかいけそうじゃない？待てよ、これ C さえなん、いや待って、ダメだこれ C、いや積んでるな、これ積んでるわ。仮に C をこのように繋げた場合、いや A 繋がるかこれ、交差しちゃうね、ダメだ。あーなるほどこれ絶対クソむずいわ。多分やけどこういうのはね、なるべく遠いやつらから結ぶのがいいと思います。例えば A をこのようにつなぎ、次 C か、なるべくこいつらの動作の邪魔しないようにつなぐ。違うな、例えば D がこう、そして A が、待てよ、できたわみんな、俺天才だわ、できちまった。 B だけ超お得やん、これこれです、皆さん答えこうだこうだ、よし、これで OK、 完璧、意外と得意かもしれない、これこれ系は。選手としてはね、リートは基本的にこの形、これ以外もあんのかな。あ、右上でちょっとあのパターンがあるぐらいか。ありがとう、これで喧嘩しないで済むよ、本当にありがとう、あんた頭がいいんだな。まあ、でもお前らが仲直りするのが実は一番の近道かもしれんね。うん、あそこに近づかない方がいい。え、それは行ってみるしかないな。じゃあこのおばちゃん何これ、この辺りで白い猫を見ませんでしたか。白い猫、ビクトリアさんで言うんだ。公園の方に走ってたって、公園か。サロメ夫人の依頼でして、もうそれものをされなければならないんです。あんた、手ぶらで猫を捕まえなんて甘っちょろいね。猫なんて食いしん坊だから餌が強いから簡単じゃないか。あ、じゃあ餌をも、なんか誰かから、魚の骨を持ってるのかこれあげてもいい。でもその代わりクイズを解けたらね、とか言うんでしょ。ほら。30段いける。7匹の豚が遊んでいる。彼らを喧嘩しないように3つの、ロープで1匹ずつに分けてほしい。食いと食いをつないでロープを張ろう。ロープ3本でこいつら7分割できる。なるべく、例えば、まあ、一旦こうしようか。これと、これは、確定なんちゃう？これ、あかんもんな。ルーク、これは違うの？私の回答はこれだ。これは英国紳士の名折れだ。上の豚がさ、上の豚を分断すんのがまずむずそう。あ、これでいいじゃん。で、真ん中のやつはもうなんかロープに縛り付けていなかったと思います。これでどうかな。もう絶対違うと思ったけど。これは英国紳士の名折れだ。どうしても真ん中の豚が邪魔。こいつ間引けへんのこれ。え？ 3 本じゃ不可能じゃない？クソむしいんだけど。あ、え、ちょっと待って、形見えたかも。てかこれは正解じゃないのこれ。下の豚がえらいスペース使うことになるけど、これはダメ。これでどうかな。貫通したかあかんか。あ、ダメなんだ。なんかでも今のテイストじゃない。今のめっちゃ惜しくない？あー、
できた、できた、みんなこれだ、超気持ちいい、これだわ、これでどうかな、これだ、溶けたよ、うわー、これもちょっと時間かかっちゃった世界豚も喜ぶだろう。真ん中のやつめっちゃ窮屈やな、かわいそうに。やるじゃないか、約束の魚の骨だよ、うまく猫が捕まるといいの。魚の骨を根に入れました。ちょっと猫捕まえてえな、まずとりあえず猫捕まえてあげようぜ。え、何このプークスクスって笑ってる女の子、プークスクス、アドネちゃん、え、ちょっとかわいいじゃんこの子、今時風でクスクス、あの人いつも怒ってばかり、バカみたい。あ、こいつに向けて言ってんのか。え、待って、あ、また謎解きだ。こいつ2回出してきやった。薬の順番、ちょっと10個のカプセル剤がある。今日から1日1個ずつ毎日飲まなければならないのか。それぞれ成分量が違っていて、その日飲む向きが決まっていると。医療も形も全く見分けをなして見分け、そんなもん処方すんなよ。一体いくつの数字を書く必要があるだろう。別に1から10まで書けばいいんじゃねえの。まあ1から9まで書くと消去法で残り10になるから9個でいいとか、まあ、1を書かないとか、なんか特定の数字だけ、だから9個なんじゃないのこれ。違うの？最低数ってことやろ。9個。9個勝てば一応全部特定できる。すべての謎は必ず解ける。残念だ。数字を書かんでいい条件っていうのは他のものが確定してる状態やから、今日から1日1個ずつ、だから今日の分は今飲めばいいっていう発想は残り9個で8。ルーク、私の回答はこれだ。え、嘘、正解や。解だよ、ルーク。今日から飲むのだから、まず今日分のを飲んでしまう。そして2日目の分から9日分まで数字書く。そうすると何も書いてないのが10日目の分だと分かる。書かなくていけないのは8個である。まあでもそこまでいったら10まで書けって話だけど。なんだよ、もう自分で聞くこと思ったのに、ね、勝手に解けってこの野郎。でもこれでやっと眠れるよ。あんたたちも大変だろうけど頑張れよ。ありがとうな。謎のパーツを手に入れた。よし、猫探しに行くか。あ、いた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 。お前早く帰ってこい。おい、デブ。先生、ルーク、魚の骨を掴んだ。こっちへおいで、グロリア。にぃーにぃー、どうしようこの猫を謎解き出してきたら。これで屋敷に戻れるな。あっさりって名付けられたじゃん。猫って骨で満足すんの？あ、やったぜ、サロメ夫人の猫を探せ、クリアしていったぜ。ようやくグロリアを捕まえたレッドの教授たちが屋敷に戻ることにした。不思議な町の調査に習いましたか？ここで1個耳寄りな情報をお知らせします。ストーリーの進行によって解けなくなる謎が出てくることが。嘘。でも心配ご無用。町の広場にある謎オーバーの方にはそんな忘れられた謎が送られていると。はあ、なるほど。そこに、じゃあ、集約されてんのか。ふん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 。あ、超便利じゃん。あ、見逃してたのが2個あったらしい。あ、でも、逆に2個しか見逃してないんか、俺。おい、なんだか様子が変ですよ。レント様、大変ございます。すぐにお部屋の外に来てください。どうしました？クロリアなら見つかりましたよ。え？それおめでとうございます。なんか、どうでもええ、みたいに言いやがって。もう俺、どんだけ苦労したか、あいつ捕まえんのに。チェルミ、あんたがレイト教授かね。私はチェルミ警部。今回の事件の、事件が起きたのか？ああ、クロリアちゃん、お帰りなさい。すげえ、あのババア、礼も言わねえんだ。じゃ一発殴らしてくれ。なんだ、その猫は事件現場に動物連れ込むのは非常識だ。チェルミ警部、私たちは出かけていて事件のことを知りません。まあ、常にアリバイもできたからいいや。殺人だよ、レイト。人が殺されたくそ、誰や？え？一体誰が殺されたってんです？この屋敷の住人、ロイ・ランインフォード氏が、インテリメガネか。あいつやね、ロイって。ちょ、これ笑ったらあかんねんけど。うわぁ、死んでる、ちゃんと。2時間ほど前、この屋敷のホールに人が倒れてるとの通報があって。で、あれから2時間以上経ってんだ、俺。現場に着いた時、ルイン・ロイ氏は死亡していた。死因は何だったんですか？調査中？死因？言っておくから、レイト君、私は君を関係者と見ている。うわ、俺疑われてるんだ。そういえば、あなたに通報したのは誰なんですか？うるさい。捜査上の秘密だと言ってるだろうが。よし、取り調べ始めるぞ。一人ずつ向こうの部屋に来るように。取り調べが終わる前、一人も屋敷を出るんじゃないぞ。うわー、またとんでもないことになって来てしまったぜ、おい。ヒジさん、事件の前後に怪しい人影を見たりはしませんでしたか？はぁ、申し訳ありませんね。私もチェルミー警部がおいでになってからロイ様のことを知った場合でして。
ロイさんの遺体はどこに？チェルミー警部が運び出したようで、ミティいないのでございます。そうですか、何では何も手がかりないということですね。そういえばロイ様が倒れていた部屋でこんなものを拾ったんですが。何これ、やばそうじゃん。なんかただ何かの手がかりになればと思い取っておいたのでございます。うっかりすると見過ごしそうな小さな歯車だな。綺麗な刻印がある。深まる謎に落ちていた歯車が追加された。歯車でございますか。似た形で思い出す謎がございます。謎、こんな時に。いやほんまそう。お前犯人やろ。お前がロイを殺したのに時間稼ぎしやがって。なんかちょっと待って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 、こんな時にって言ったら解くん。ちゃんと頂点の尖った八角形のボール紙の盤を A のサズのような位置に投げ、赤丸が来るように持ち、ふっと息をかけて裏を返すと A の渦のような位置に黒丸が来る。この盤を B のサズのように持ち替えて裏に返すと黒丸はどの位置に来るか、正解の位置の、白丸を囲んで答えよう。あ、まあこれは考えたら簡単な話で、ふってやったら左下に行ったんやろ。ってことは、一番上の場合は左ってことは、うわーこれあれやな、適性検査とか出てくるやつやな、 IQ テストみたいなやつで、赤丸の右下の裏側、赤丸の右下の裏側に黒丸ってあんねん。だからそれがひっくり返るから、ここ多分ここ右下、ここやと思う。ルーク、これは多分一発正解になるわ。これだ、よし、 OK、 解けたよルーク。すっきりする、こういうことやんな。 OK、まあ時間かけて考えればわかるわ。何の役にも立てず申し訳ありません。いえ、この歯車で十分ですよ。しかしなぜこれ私に？私は先生を信じております。先生ならば全ての謎を解いてくださると。ありがとう、謎のパーツを手に入れた。はっ、あ、謎辞典に追加されたってことは何かを取り壊したのか。よし、じゃあちょっとだいぶね今日頭使ったので終わっていくんですけども、できれば全部の謎解きたいね、この後。そしてロイは誰に殺されたのか、その謎はいずれ明らかになるでしょう。